典型的なリングドーナツ、ティムビッツ、マラサダ、チロス。ドーナツは小麦粉が主成分の生地に水、砂糖、バター、卵などを加えたものであり、一般的には油脂で揚げた甘い菓子である。揚げ菓子の一つ。内側はしっとりふんわりしたケーキのような食感のものや、もちもちした食感のものなどがあり、形状はリング状が多く、ボール状のものなどもある。 ドーナッツとも言う。戦艦機には適正語の言い換えにより砂糖天ぷらとも呼ばれた。日本では下に記した専門店やスーパーマーケット、コンビニエンスストアで販売されているが、ホットケーキミックスなどを用いると家庭でも比較的簡単に作ることができ、ドーナツ専用のドーナツミックスも市販されている。日本では菓子の範疇であるが、アメリカ合衆国では、 朝食代わりにする人も多い。サーターアンダーギーやベルリーナープファンクーヘンなど、共ドーナツの範疇に含まれる歌詞の多くは、祭日や祝い事と関連性が深く、油脂や砂糖が貴重品だった頃は、庶民が日常的に口にできるものではなかった。調理に油脂を多く用いることから、キリスト教圏では伝統的に、四純節の節制が始まる前に行われる、舎肉祭、 ユダヤ教圏では、精油の祭日カーとの関連が深い。ドーナツの原型は、オランダの小麦粉、砂糖、卵で作った生地を酵母で発酵させ、ラードで揚げたボール状のオリーブオーレンという菓子だとされており、オランダ人はこれをオリークックと呼んでいた。後に、イギリスで迫害を受けた、新京都が1607年の1620年の、 オランダ滞在中にオリー・クックの作り方を覚え、ピルグリム・ファーザーズの植民と共に、ドーナツの原型がニューイングランドに伝わった。その後、オランダ移民によって再度ヨーロッパからアメリカに持ち込まれ、オランダ領ニューアムステルダムへも伝わったとされる。リングドーナツの形に至った経緯は、様々な説があり、半然としないが、19世紀中頃あたりから見られるようになったという。 第一次世界大戦中、ヨーロッパでは、救世軍、アメリカ赤十字、YMCA といった慈善団体が兵士の異問業務活動の中でドーナツを無料配布したという。それにより、大戦後ドーナツの普及の一員となり、第二次世界大戦でも同様の貢献をしている。また、日本軍においても昭和12年観光の軍隊調理法に、 下級品としてのドーナツの製法が記載されている。現在でも、米軍では正式なレーションのメニューとして採用されている。現在ドーナツチェーンは多数に及ぶが、日本には1970年にミスタードーナツとダンキンドーナツが本格的に進出し始めたドーナツチェーンだった。ダンキンドーナツは百九十八年に日本を撤退している。様々なドーナツ。 上げる際に、熱の通りを良くするために、円形の生地の真ん中を丸く抜いて、輪にした、リングドーナツ、棒状に伸ばした生地をねじった、ツイストドーナツ、穴を開けない休憩あるいは、扁平休憩のものや、棒状のものなどがある。口述の通りリングドーナツは、代表的な形であるが、ドーナツの必須要件ではない。リングドーナツの成形には、固めの生地をドーナツ型で、 リング状に型抜きする方法。手で棒状に伸ばし両端をつなぐ方法。柔らかめの生地をドーナツメーカーを使ってリング状にして鍋の中に入れていく方法。ドーナツスプーンと呼ばれるリング状の器具で生地をすくって鍋の中に入れて熱した油に浸しながら揚げる方法などがある。リングドーナツの発明者はニューイングランドのハンソン・グレゴリーとされる。揚げてから中にジャムやクリームを注入する。 ジェリードーナツや揚げる前にあんを詰めたあんドーナツは穴を開けない。穴が開いてない棒状のロングジョンというドーナツもある。ドーナツホールズと呼ばれる小型の休憩ドーナツは、ミスタードーナツでは、D ーポップ、ダンキンドーナツでは、マンチキンズ、ティムホートンズでは、ティムビッツと呼ばれている。リングドーナツのくり抜いた真ん中の生地を揚げたものと言われることがあるが、市販のリングドーナツは、ほとんどの場合。 生地を特殊なノズルで直接リング状に生成するため生地の穴抜きをすることはない。リングドーナツが代表的なため以下のようにリング状のものを指してドーナツということがある。種類は大きくに分けられる。揚げてからアイシングや溶かしたチョコレートをかけたり粉砂糖やグラニュー糖をまぶすことも多い。アメリカ合衆国の R&B 歌手。 ルーサーバンドロスは糖衣をかけたドーナツを2つに切ってバンズの代わりに用いたベーコンチーズバーガー、ルーサーバーガーを考案したとされる。ドーナツブームの昨今では油で揚げない焼きドーナツ、茹でドーナツ、半省ドーナツ、豆腐ドーナツといったものも健康志向や食感の面白さから消費者に受け入れられるようになってきている。ドーナツチェーンの一覧を参照。 日本国内に2桁以上の店舗がある、ドーナツチェーンのみ記載する。右側に、日本国内店舗数と、その店舗数が確認された年、月を明記する。あいうへお順で記載する。かつて、日本国内に2桁以上の店舗が存在した、ドーナツチェーンのみ記載する。あいうえお順で記載する。ありがとうございます。